thank yeah. you 自分の罪を認めて神の前に減りくだらないものは神に受け入れられる最初の条件さえ果たしていないわけであります再び悔いることのない悔い改めをし本当に減りくだった砕けた心で罪を告白し自分の罪悪を心から憎んでいるのでなければまことに 罪の許しを求めたとは言われません。また、罪の許しを求めたことがなければ、神よりの平和を見いだすことはできません。皆さんは、この引用文を聞いて、どのようにお感じになりましたかこの引用文には、再び悔いることのない悔い改めをし、という 部分がありましたね再び食えることのない悔い改めとは同じ過ちを繰り返さない悔い改めという意味ですが今回はそのような悔い改めをする3つのステップとなる経験について考えてみたいと思いますこの引用文を文字通り読むならばこのように理解されないでしょうか 再び食えることのない食い改めをしとあるので自分のように何回も同じ食い改めをしてしまうのはもしかして食い改めの真剣さが足りないのだろうか食い改め方法に何か問題があるのだろうか実際このことは多くのクリスチャンにとって 非常に悩みの種となっているところではないでしょうか。さらにこのイヨブの続きには次のように記されてあります。私どもが過去の罪の赦しを味わっていないただ一つの理由は心を癒しくして真理の御言葉の条件に従っていないからで。この点について次のように発見 きりと教えられています罪の告白はそれが公のものであっても個人的なものであっても真心からのものであって十分に言い表されなければなりませんここで私たちクリスチャンに見落としがちな落とし穴がありますそれは罪の告白はそれが 公のものであっても個人的なものであっても真心からのものであって十分に言い表されなければなりませんという部分になりますそこでまた「ああ私は神様に自分の罪をちゃんと告白していますよだから十分に言い表していると思います」とおっしゃる方もおられるかもしれませんしかし 神が告白として求めておられるのは神に対する罪の告白だけで済まされるということではありません実は私たちが罪を犯して損害を与えた相手の方すなわち個人の方であればその個人の方にその罪をごまかすことなく言い表して謝罪しなければならないのです もし相手が公の方々であればその方々に対して自分の犯した罪を言い表して謝罪しなければならないということです例えば教会内の誰かに対して苦々しい思いを持っていたとしましょうそれゆえに他の誰かにその人の何の根拠もない悪意のこもった噂話を流したならば それは実はそしてそのことを神の見前に本当に悔い改めるためにはまずその人のところに行くかもしくは何らかの手段で連絡して自分が犯したその根拠のない噂話を広めた罪をその人に告白して謝罪をしなければならないということです。 そうしないでただ神に対する罪の告白のみで済ますならば神はその悔い改めをお受け入れになられないということなのですまたもしそれが公の罪例えば教会の献金をひそかに自分のために用いたことがあったとしましょうこれは実戒第8条でいう盗みの罪になります こっそりと、神にだけ祈りの中で謝罪するのみで、その罪の事実を公に告白して謝罪し、盗んだお金を返すのでなければ、神にその人の悔い改めは受け入れていただけないということなのです。神のほか罪を許すことはできませんから、罪は神に告白しなければなりません。そして、 過ちは互いに言い表すのであります。もし友人や隣人をつまずかせたならば、自分は悪かったとこれを認めて謝るのであります。そしてこれを快く許すのはその人の義務であります。そうした後で神の許しを求めなさい。ここにはっきりと、もし 友人や隣人をつまずかせたならば、罪を犯して害を与えた相手に対する謝罪が必要であると記されてあります。つまり、本人に直接謝罪した後に、神に許しを求めることによって、その悔い改めは許されて完了するということなのです。実は、 多くのクリスチャンがおろそかにしていた部分とは、この一番やりたくない部分である、相手に直接謝罪するということなのです。さらにもし、相手に何か損害を与えてしまったならば、それもちゃんと全て償わなければならないのです。私たちにとってこのような行動は、 あまりにも恥ずかしいことですしプライドも打ち砕かれるでしょうそしてその損害の償いのためにあちこちに出向いて自分が与えてしまった悪影響を修正して回る必要があるならばそれは大変骨の折れることでもありますできることなら聞かなかったことにしたいほど避けたいことです しかし、逆にこのような屈辱的なことを実行することができる人というのは、誠に心から自分の犯した罪を悔い改めた人なのではないでしょうか。実は、これこそ本当の悔い改めであり、神から完全な許しを得るためには必要なことなのです。そして、聖書の中で、 これを実践した人がパウロ,ですパウロは自分が当時のクリスチャンにどれだけひどい罪を犯してきたか公に告白してきましたパウロは自己を弁護することなく自分の罪をその恐ろしいままに描き罪のいくらかでも軽くしようなどとは考えませんでした 彼は次のように申しています。多くの生徒たちを閉じ込め、彼らが殺される時にはそれに賛成の意を表しました。それから至る所の街道でしばしば彼らを罰して、無理やりに神を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまで迫害の手を伸ばすに至りました。 彼は自分が行った恐ろしい罪について誰かのせいにしませんでしたまた迫害した内容を曖昧にして自分の立場を擁護しようともしませんでしたし全て正直に話すことで周囲の人からどう思われるかなどということも考えませんでしたこのような悔い改めをすることは確かにとても大変なことなのです しかしここまでを経験した人ならばおそらく以前のようにやすやすと罪の行為を選ぶことはなくなるのではないでしょうかなぜなら自分の犯した罪の影響力と悔い改めを完了させる大変さを本当に知っているからですこのように神の見前に正しく悔い改めることが 再び食いることのない悔い改めをする一つ目のステップなのですしかしここでさらに突っ込んで考えてみましょうこのような大変な悔い改めをした人ならば今後もう二度と思いの罪も全くなくなるかということですそれでは思いの罪が 完全に解決していないのだとしたら結局その人の悔い改めは神の見舞いに正しく悔い改めていなかったということになるのでしょうか実は私もこの部分の理解が非常に悩むところでした私自身も罪の行為までには至らないにしても自分の意思とは関係なく心の中に勝っ 手に沸き起こってくる思いの罪がまだ完全になくなってはいないからです。そしてその思いの罪を悔い改めたとしてもまた忘れた頃にその思いの罪が沸き起こってくることすらあるのです。これは私が真剣に悔い改めていなかったからでしょうか。皆さんはいかがでしょうか 実際に行動として表される罪の行為を繰り返さなくなったとしても心の中の思いの罪が不意に心に湧き上がってくることはないでしょうかここで一つの例えについて考えてみましょうキリストは新約聖書の中で自分の罪深い状態を本当に知っている 正しい人の祈りとして、主税人の祈りについて言及されました。ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、胸を打ちながら言った、神様、罪人の私をお許しくださいと、あなた方に言っておく、神に正しいとされて、自分の家に帰ったのは、この主税人であって、 あのパリ裁人ではなかっおおよそ自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるであろうここで皆さんに質問なのですがこの主税人は実際にどこどこの誰々に対して行った詐欺行為について悔い改めに来たのでしょうかそれとも 自分が主税人という人から後ろ指を刺されるような仕事をしている人間であるという事実について神の見舞いに嘆いているのでしょうか実は彼が嘆いているのは主税人である自分という事実なのです言い換えれば彼は自分ではどうしようもない本質について嘆いているのです まさに私たちも、主税人の祈りのように、自分ではどうしようもない本質について、神様、私は心の中に自分の意志とは関係なしに罪の思いがまだ湧き起こってくるような罪深いものです。どうぞこんな罪に汚れた私を憐れんでお許しください。という嘆きが 必要なのではないでしょうかこのような自分が罪人である事実その罪の本質を悲しむ嘆きが私たちにとってとても重要なのです私もそうなのですがこのような罪の本質を悲しむ罪人はいつまた自分の心に思いの罪が湧き起こってくるのか 自分で自分を信じられない状態なのです。自分はクリスチャンとして生きているはずなのに、まだそのような罪の思いや性質に影響を受けている状態であることが、本当に悲しくて、情けなくて、恥ずかしいのです。しかし、実はこの自分が罪人であることを嘆き悲しむ経験が、 再び悔いることのない悔い改めへの2つ目のステップになります。なぜなら罪がいかに自分にとって強大な影響力を持っているかを身をもって理解している人はその自分の意思とは関係なく起こる思いの罪から逃れたいと絶望するようになるからです。 この自分の心の内から湧き起こってしまう罪を本当に嫌悪する状態に至り、その事実を嘆き悲しむならば、その人は再び悔いることのない悔い改めに導かれると聖書にあります。神の御心に沿うた悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、 この世の世悲しみは死を浸らせるさらに先ほどの主善人のように罪人の本質である思いの罪の問題を抱えて自分が罪人である事実を嘆く状態の人たちを神はとても憐れんでくださいます。それを実際に思いの罪の罪 心に湧き起こる頻度が徐々に少なくなっていくという祝福があるのもまた事実ですそれは精霊によって心になされる愛の再創造によります心に愛が創造されると私たちは心の中に神の立法が書き記されたのと同じ状態になってきます この経験を成果とか清めと言います。これは人生の中において、神の御心に沿った悲しみのうちに、少しずつ進んでいく経験になります。しかし、何よりも素晴らしいのは、今まで悔い改めでは解決しなかった、思いの罪の問題を、神が憐れみのゆえに、完全に解決される時が、 必ず来るるそのような約束があることですまさしくそれが主の見舞いから来る慰めの時と言われる最後のあがないの経験なのですだから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさいそれは主の見舞いから慰めの時が来て あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わせてくださるためであるもちろんここで私たちが慰められるのは思いの罪の問題についてになりますつまり今まで悔い改めても悔い改めても解決できなかったことがこの 主の御前から慰めの時が及ぶことにより完全解決するのです。しかし、そのために私たちがなすべきことがあります。それは、悔い改めて本心に立ち返りなさいということです。この悔い改めて本心に立ち返りなさいとは何を意味するのでしょうか。それは、 日々心の中に沸き起こる思いの罪に断固として同調しないという罪への抵抗する意志を持ってそれを生活の中で実践するということなのです実はこの部分を実践していたのが先ほどの主税人やザーイでした彼らは確かに 主税人ではありましたが、不正をしない主税人だったのです。聖書には、彼らは悔い改めたので主税人をやめたとは記されてありません。むしろ主税人として不正をしないようにと書いてあります。主税人もバプテスマを受けに来て彼に言った。先生 私たちは何をすればよいのですか彼らに言った、決まっているもの以上に取り立ててはいけない。ここで重要なのは、この、不正をしない主税人という部分です。これを私たちに当てはめると、次のようになるのではないでしょうか罪を選ばない罪人。 この罪を選ばない罪人はもちろんまだ罪人という状態ですのでサタンも誘惑してきますそれにより心の中で罪に属する思いが湧き起こるかもしれません確かにそれはとても悲しむべき事実ですしかしその罪に属する思いに同情せずにその罪の思いにふけらず もてあそばず、実際に罪を選ばないという意志を貫いたとき、心から湧き起こった思いの罪は、退けられて、それに勝利したことになります。実はこれが大きな一歩となるのです。そしてまた、たとえ次の日にも、同じ思いの罪が湧き起こったとしても、それでも罪を選ばない。 という意志を貫くことができた時には罪に対する勝利を重ねることによってさらにまた一歩前進したことになりますこの勝利の経験を積み重ねていく経験もまた成果になりますつまり罪人という事実はあってもその心に沸き起こる罪深い思いに同調せずにそれと戦って罪に 勝利し続ける経験を毎日している人たちが神から正しいとされた人たちすなわち神の最後の戦いに選ばれる残りの教会の姿なのです主はまたギデオンに言われた民はまだ多い彼らを導いて水際に下りなさい私はそこで あなたのために彼らを試みよう。私があなたに告げて、この人はあなたと共に行くべきだというものは、あなたと共に行くべきである。また私があなたに告げて、この人はあなたと共に行ってはならないというものは、誰も行ってはならない。そこでギデオンが民を導いて水際に下ると、主は彼に言われた。 すべて犬の舐めるように舌を持って水を舐めるものはそれを別にしておきなさい。またすべて膝を折り、かがんで水を飲むものもそうしなさい。そして手を口に当てて水を舐めたものの数は300人であった。残りの民は皆膝を折り、かがんで水を飲んだ。主はギデオンに言われた。私は水を舐めた300人のものを持って あなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡そう。残りの民はおのおのその家に帰らせなさい。このギデオンの戦士の話は、実に教訓に満ちています。水際で水を飲む時の姿勢で、選ばれる神の残りの民をふるいにかけるのです。もし、川に膝を折り、 かがんで水を飲む、あるいは犬のように直接口をつけて川の水を飲むならば、その人は今自分が戦いの中にいることを完全に忘れているということになります。なぜなら、その様子からあまりにも無防備な状態だからです。しかし、手で水をすくって飲む者たちは、自分が今戦闘中であることを一時も忘れていません。 神はこのような事故との激しい戦いの中にあることを自覚しているものをご自分の残りの教会の民としてお受け入れになられるのです。このように私たちが罪人であるという事実がある間は私たちは自分の心から湧き起こる罪深い思いと常に戦わなければならないのです。 そして今日に至るまでこの罪人という事実が解決されて罪人で亡くなった人は誰もいません言い換えれば心に罪深い思いが湧き起こってくる可能性のある状態こそ罪人である証拠だと言えるでしょうそれゆえに聖書に登場した多くの信仰の先駆者たちであっても 罪人の問題が解決しないまま人生を終えているのです。ノア、アブラハム、ダニエル、パウロ、ルター。彼らは罪人であったがゆえに、人生の終わりに死という眠りにつくことが許されたのです。しかし、神が私たち人類に問われる問題は、罪人として死んだ。 とということではありません神が私たちに問われる問題は日々その心から沸き起こってくる罪深い思いに同調して実際に罪を犯すことを選択したかどうかです多くの信仰の先駆者たちはこの部分に関して実際に勝利していましたつまり彼らのクリスチャンライフはまさに「 罪との戦いの連続の中で得た勝利であったということです。クリスチャンの生涯は戦いであり進軍である。しかし勝利は人間の力では得られない。戦場は心の中にある。私たちの戦い、すなわち人間の戦わなければならない最も激しい戦いは 自己を神の意志に従わせること、心を愛の主権に屈服させることである。血肉による古い性質は神の国を継ぐことができない。生まれつきの性癖、古い習慣は捨てなければならない。私たちは自分の心の中に湧き起こる思いの罪と戦わなければならないのです。 なぜなら、この思いの罪に同調したいという欲望こそ、私たちが罪人、アダムから受け継いだ、何よりも自分を優先する傾向になります。これが、私たちが生来の罪人という状態である証拠なのです。もちろん、神はアダムを完全な人として創造されました。すなわち、 彼は罪人ではありませんでした。しかし、彼が神との関係性よりも自分を優先する傾向を選択したとき、心の中に自我というものが形成されました。言い換えれば、この自我を持って生まれたという事実が、利己心や誇りを持ってしまう原因であり、それは私たちの心の中に 沸き起こってくるのです霊的王国に入ろうと決心する者は自分の生まれ変わらない性質のあらゆる力と欲望とが暗黒の王国の勢力に支援されて自分に手向かってくるのに気づくであろう。利己心と誇りはそれが罪であることを指摘する全てのものに対して反抗する。 私たちは自分を支配しようとする悪い欲望や習慣を自分で征服することはできない。私たちは自分を奴隷の状態に置く強い敵に打ち勝つことはできない。私たちに勝利を与えることができるのは神だけである。神は私たちが自分自身を また自分の意思や行動を支配することを望んでおられる。しかし、神は私たちの同意と協力がなければ私たちのうちにお働きになることはできない。精霊は人に与えられた才能と能力を通して働くのである。私たちの勢力は神と協力するよう要求されている。 自我とは、罪の根本的な泉のようなものです。この自我によって私たちは、ある時には嫌いな相手の悪口を広めたい思いが湧き起こり、またある時には自由気ままな快楽や宝珠を求める堕落した生き方に惹かれたりします。またある時には、相手の一言でカチンときて、 怒りりが湧き起こったりもしますそしてもしこれらの思いの罪の影響によってさらに次の行動を選択するとき私たちは行動によってさらに行いの罪を重ねるのですそれゆえ多くのクリスチャンはその繰り返される行いの罪を何度も何度も悔い改めてきました しかし、そこに思いの罪に抵抗する自我との戦いが生じていないならば、いくら悔い改め続けても、勝利の経験を得ることは決してないのです。私たちがすべきこととして、神が私たちに求めておられることは、この自我の要求に抵抗して、 思いの罪と戦うことなのです。それゆえ、私たちが自我に抵抗する必要性を理解したところから、クリスチャンライフに変化が出てくるはずです。実は、キリストの働きは、十字架によって私たちの罪を許すということだけではありません。私たちがこの 自我の要求に屈せずに、勝利するための助け主、精霊を天から送ってくださるために、今、天の死聖度で中保者として、取りなしをしておられるのです。この霊の戦いの中に、自分がいるという事実を、私たちは理解し、そして、今すぐに、 神の助けを祈り求めることによって、生活に適応するべきではないかと思います。この、聖霊によって思いの罪との戦いに勝利し続けることが、罪を選ばない罪人になるという、再び悔いることのない悔い改めへの3番目のステップなのです。 最後に今日学んだ再び食えることのない悔い改めの3つのステップをもう一度確認しておきましょう1つ目のステップ神の見前に正しく悔い改めるこれは罪を犯した相手へ直接謝罪することそしてもし何か損害を与えてしまいまた その損害の償いのためにその悪影響を取り除く努力をすること2番目のステップ自分が罪人である事実を嘆き悲しむ悔い改めを経験する自分の心の罪の影響力を知り罪を嫌悪する経験自分が罪人であることを嘆くこの悲しむ 経験が必要です3番目のステップ「罪を選ばない罪人になる」「思いの罪と戦い精霊によって勝利し続ける」そのような経験が必要になりますぜひお互いにこれらの3つのステップを実践するクリスチャン・ライフによって 再び悔いることのない悔い改めへの道のりを歩んでいきたいと思います。そして皆さんと共に罪に勝利した罪人の希望である慰めの時に備えていきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、私たちは いまだ罪深いものであり、そして心の中に湧き起こる思いの罪がいつ頭をもたげてくるかわからない、そのような残念な悲しむべき状態です。しかし、こんな私たちに希望が与えられました。それはたとえ罪を犯しても正しく悔い改めるならば、神は 十字架のイエス・キリストの功績によってその罪を許しまた私たちが自分の罪人という状態を神の御心に沿うた悲しみとして経験するならば神は再び悔いることのない悔い改め導くと約束しておられますそしてこの戦いは続きますが必ず神がこの戦いを終わらせてくださる 慰めの時を私たちも経験できるというこの約束を希望として皆さんと共に日々勝利を積み重ねていくことができますようにお助けください。これらの祈りを感謝して救い主イエス・キリストのお名前を通して見舞いにお捧げいたします。アーメン。